米沢泉のフィールファイン TV。 先ほどこの旅行の前半編、羽沢横浜国大駅から直通電車でここまで武蔵浦和駅で降りましたけど、一旦見送って、この改札内の丸亀製麺で朝ごはん食べたいと思います。冷ぶっかけ、はい、ネギと生姜は昨日胃が荒れまくってたので、はい、ただ省略です。いただきます。うん、やっぱりね、生姜もネギもないとね、ほんとつゆが甘くてね、カツオが強すぎるんですよね。麺の状態は今日いいですね。丸亀は機械製麺でちゃんとこのぐらいのクオリティ出るんだからさ、丸亀よりダメな麺ってのは全て存在意義がないよね、手打ちの一般でね。はい、はい、ごちそうさま。1分間食でした。次は中浦和に泊まります。前に小町に預かってないが新鮮ですね。電車指定席です。この電車電車指定席はやぶさ11号の新函館北斗行きです。下堀から動画編集ひたすら自由席特急券でのご利用はできませんので。はい、ほぼ4ヶ月ぶりの青森ですね。はい、定時着演講やっと始められたところで編集に2時間以上かかっちゃいましたね。どうかな、前の動画なんとか今日の夕方前にアップできると良いです。MacBook Air は蓋を閉じると止まっちゃいます。サスペンドしちゃいますからね。これを確かオフにすることはできないです、最近は。なので今遠行止まってるところですね。この後特急に乗り換えてまいります。新青森在来線ホームに回ってきました。例によって指定席を差し込まないでね、東日本パスだけ、違う、東日本パスじゃない、大人の休日クラブパスだけ差し込むとちゃんと、このように出場できるということでね、乗り換えました。いわゆる青森の岡地翔子さんから青森雪降ってるよ、言われてまして、本当にそうですね。そして今この津軽港の自由席並んでるんですけどね、まあこの線は何なんだろうね、これ全く気がつかれないダメな UI ですね、これね。お客さん気づいてない、この字型並んでやってます、ね、ダメです、これは JR が悪い。そんな感じで待ってますけど、手持ちで延呼中です。まだ 30%、 ちなみにこれ 50% だから、まあ実際6割です。
ね、最近なんかこれあれですよね、アップロード 50% からアップロードのバイト数を出さなくなって50の次はいきなり完了です。はい、そんな感じでね、手がかじかんでます。さすが青森、コート着てきてよかった。ご乗車ありがとうございました。新青森新青森です。車内ご乗車用の広島の車内乗船ではご注意ください。駅出口新幹線乗り換え口に行かれてまいります。近くの階段で近くで駅弁車を降りる。新幹線乗り継ぎ列車をね、特急型車両で運行すると乗り降りに時間がかかるというのはね、お約束でございます。しかし姉さんはこれ青森、新青森を越えてこの車、交流専用の特急車ですね。これなの、これ本当めちゃめちゃ久しぶりな気がします、ね、もうなんか10年ぐらい乗ってない気がします、ね、まあ青森、新青森で乗ってますね、はい、秋田行きの津軽号です、はい、なかなか乗り込めない、圧倒的に乗降2分かかるやつやね、これね。なんか通路感だと座れる気がしますね。あ、全然座れますね。すいません。よいしょ。はい、座りました。変更。続けてますね。以上です。はい、浪岡駅で降りました。ここも久しぶりかな。ということで、若干の、積雪はでもほぼ道路にはないですって、歩道が怖いですね。ということで、ただいまよりここから2キロ離れた幽霊文字八千代を巡りに行きたいと思います。浪岡駅から徒歩 1.9 キロ、こちら港南バス沖八千代バス停です。はい、幽霊文字八千代、お、つながってる方ですね。包むの中がつながってるやつでございました。はい、バス停はそうです。はい、この八千代、この何ですか、この素晴らしいこの毛筆猛暑帯、はい、つながってますね。はい、ということで港南バスの沖八千代バス停全部つながっていました。それでね、この辺に自治会館あるっていう噂聞いたんですけど、地図出てないんだよね。ちょっと探してみましょう。こちら青森県青森市浪岡町大和座メガサワ朝東早稲田にあります、通称地名沖八千代でございます。これメガサワ村の大和座東早稲田朝沖八千代だったんだと思いますね。これが合併で浪岡町に、浪岡町になった時にね、亡くなっちゃったんじゃないですかね。これ通称地名になっちゃったんですかね。ということで、なんと沖八千代枝線沖八左ということで、なんと NTT も東北電力も沖八千代幽霊文字地名八千代を採用しております。素晴らしいです。上から戻ってきても後半手がなかったんで、こっち来て、あ、これかな。なんか沖八千代のバス停より、南側にはね、踏み跡があんまついてないですね。歩きやすいですね、クロックスでは。このね、ありましたね、沖八千代会館。ちょっとこれはクロックスでは危険な坂だったんですが、はい、頑張っておりましょう。沖八千代館です。まさにここです。大丈夫でした。はい、沖八千代館だと思います。看板かかってっかな、かかってっかな。あった、ありました。やたらと立派であります、沖八千代会館。ザン、幽霊文字八千代が含まれた沖八千代会館、青森県青森市浪岡町大和座メガサワ朝東早稲田の通称地名沖八千代、おそらくメガサワ村大和座東早稲田の朝沖八千代だったと思いますが、無事たどり着きました。はい、来ました。沖八千代から戻ってくるときにですね、こう戻ってくると途中セブンイレブンによってね、動画の変更終わってたんでね、さっき特
技術がある中で、で、まあ、アップロードしたら 2.3 ギガが、まあ、7分というね、大爆速で終わるセブンスポット、素晴らしいです。そしてその後こっち戻ってきてね、一応予定通りの列車ですけど、こちらこれだと弘前まで間に合わないんだよね、ということで川辺まで乗ります。はい、川辺駅でリゾート白神に乗り換えます。10分しか乗んないんだね、乗車時間だとね。まあ、実際もうちょっと前、うな、もうちょっと前からね乗車するんで、もうちょっと乗りますけど、はい、でもどうせ多分ね、今朝の、羽沢横浜国大駅開業一番列車、それのレポート用のサムネイル作って終わりですね。何も堪能しないリゾートでした。はい、白神乗ります。10分間でも大人の休日クラブの指定席の権利6回分のうちの1回を使います。まあ、何の問題もないですね。はい、ということで3号車らしいので一応自分の席寄ってみましょう。全車指定席快速リゾート白神です。ハイブリッドですね。柳駅でリゾート白神をやりましたね。動画のアップロードも今朝の分終わりました。公開作業終わりましたね。ということなんですが、なんと今年の7月から無人化されてしまいました。米沢この駅は温泉に行くとかで何度も何度も使ってて、はい、業務委託駅でずっとね緑の窓口で、上辺してもらったこともありましたね。残念です。まあこれも時代ってことですかね。はい、いうことで、ただいまより本日のお宿まで向かっていきたいと思いますが、さあ歩くのかどうするのか、客待ちがいますけどね。微妙な距離なんだよね、雪だからな。絶対温泉の周りは確実に除雪ないからね、これね、溶けてないだろうからね。ということで板柳駅、本日の乗り鉄はここまででおしまいでした。え、ここも休業してたの、この裏のね、旧温泉旅館、混浴と貸し切りあるとこ、 お湯は多分同じ、そこはねもうだいぶ昔になくなってるんですけど、え、公衆浴場もないの、夜さん一回しか行ったことない、ここ残念です。なんのこっちゃ、駅前ですよちなみにね。はい、あー、こうやって温泉どんどんなくなっていくの、アスナルは無事でいてほしい。はい、裏側もありましたね。これが昔あった混浴と貸し切りいっぱいあったね、リンゴ風呂が可愛かった、板柳温泉旅館、私が来始めた頃はもう宿やってなくて、浴場としてやってました。でこっち側がね、これがそのなんか学校の建物を改築して使って公衆浴場、ここも休業してしまったっていうことですね。はあ、良いお湯だったのにね、かっこ涙。はい、板柳駅から徒歩 3.3 キロ、浪岡よりもだいぶ歩きやすかったですね。ほぼ問題なく歩けました。明日の13キロウォークもこの辺なら大丈夫そうですね。はい、ということでやってまいりましたよ、アスナロ温泉。だいぶ変わりましたね、これホームとかデイケアとかできてですけどね。はい、昔はこんなのはなかったですね。はい、ということでこちらアスナロ温泉さんです。ちなみに
この旅館部にやばいお風呂があるんだけど、昔入って、濃い方だけ食べられたんですね、ちょろちょろでね。5時間くらいかけてね。今もうそれ湯が跳ねないってことで。こっちなのかな？とりあえず入ってみましょう。はい、一番奥の王林の部屋。歓迎米沢様。はい、開けます。油臭がここまで漂ってますよ、これ。マジっすか。超油臭。さすがアソナロですね。はい。おお、やばい。これはやばい。本当にやばい。ああ、どうなっちゃうんだ、ここ開けたら。もうコート脱ぐ前から嗅ぎたい。お年頃。お、嗅ぎ。これちょっと硫黄も入ってますね、この空間で。やばっす。やばっす。超油臭。やばい。この後ちゃんと入ろうと思います。あそだおっぱんさーい。はい、速攻で脱ぎました。このものすごいあわあわしながら投入されている源泉ですが、多分これ水で割られてるはず。温度確認、適温42度ぐらいです。ぬるぬるがすごい。しかしここはね、本当にものすごく濃くてやばいやつ、60度以上だよね、源泉がね、ということなんで早速いただきます。ちょっと加水してると思うんですけど、それでもこのやばい油臭どんだけ濃いんですかっていうね、まあ一度だけ入りましたけどね、そのこういうやつさっきも言ったよね。はい、ということで、お、入って、適温です。そしてオーバーフローいっちゃいますよ。ザバーン、オーバーフロー。はい、ということで、はい、これやばいっすね。ちょっと昔より硫黄強いんじゃないですかね。はい、いわゆる油臭。それからあと、これは米沢独特の例え方ですけど、ここの湯はね、サバ節のようなえぐみを感じますね、湯からね。ということで、まあ、おそらくは、まあ、これはやっぱり、木くず系の油臭ってことなんだと思うんですけど、ただね、この、昔、その60何度の源泉をためた時はね、もうちょっと、木くず系とは言い難い、なんと何とも言えない、ホルタル系でもない、独特の油臭でしたね。硫黄強いですね。硫黄強くて、あとえぐいのも強いですが、とにかく山田とかね、板柳温泉旅館とかと比べても、ここはもう油臭の強さがすごく強いです。で、メインに今油です。まあ、硫黄も強いと思うんですけど、ちょっと今はね、そんな感じです。はい。そして、すごいとろみです。やばいです。はい、スーパーヌルヌルのレベルですね。おそらくこれはメタケイ酸と炭酸イオン、炭酸水素イオン両方じゃないですかね。いつも言っていますけども、ね、炭酸水素イオンが、皮膚の周りの皮脂、油分を脱脂します。そこに炭酸水素イオンじゃない、炭酸イオンが結合すると、石鹸用の物質ができる。それでヌルヌルするというのが一点。それからあとメタケイ酸もヌルヌル、それだけでツルツルする成分です。なぜツルツルするのかは米沢は知りませんが、両方ありそうなツルツル感です。めちゃめちゃいいですね。ほんと42度弱ぐらいですか。あー、この油臭素晴らしいです。アスナロ温泉、世界の名湯アスナロ温泉です。はい、敬愛する王さんの、お知り合いの方の車で乗せてもらいまして、アスナロ温泉から、駅近く、石田柳駅の近くのこの海次郎さん、海次郎さん、こちらにお邪魔いたすことになっております。はい、今車を入れているところですね。こちら、黒石の中貝さん、中貝さんじゃない、卸問屋さん、魚介のそちらの直営ということでね、だいぶ黒石板柳が離れてる気もしますが、昔は川辺で乗り換えはいけたっていうことですね。
ということで、居酒屋ネコの居酒屋さんで乾杯でございます。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。なんだ、うん、買ってあるんだ。はい、早くも生飲んじゃったね、うん、ということで、ちょっぱり純米吟醸なみなみこぼしちゃった。船長サービスだと伸びすぐ願ったんだよ。あー、なるほど。そっかそっか、なるほどね。ということで、いただいてみましょう。もうめんちょりもあれこれ君、あれですね、ちょっとナッツ系の味がスタンレーじゃ、タンレーなんですけどね、はい、良いんじゃないでしょうか。もう一口いただきます。重い。動画撮ってるの。はい、あ、後味が少ないですね。はい、口の中に最初に広がるやつや、急に関西弁、エセ関西人になっちゃいました。美味しくいただいていきましょう。はい、湯気が立ってます。タズ、これあれですね、あの一般的に、一般的というか、あの多くの日本の地域ではタラっていうやつですね。タラの白子でございますね。はい、この湯気が立ってるところでいただきたいと思います。これそのままいただくんですかね。あ、多分醤油かけてもまいですよね。あ、すいません。はい、すいませんね、なんかもう申し訳です。よし、ありがとうございます。すいません。ではいただいていきましょう。どうですか。まずよいしょ。ねっとり。あ、あ、これ魚の出汁がより効いてますね。茹でるからかな。うまい。おー、ごっそり取れてしまった。一気に食べるしかない。溶けました。口の中でとろけて、脳みそもとろけました。うまい、うまい。はい、お作りきましたね。ブリ、サーモン、多分スズキ、水ダコ、マグロ、これサバだそうですね。メニューにしめサバだったので、しめサバではないでしょうか。早速しめサバからいただきたいと思います。あ、でっかい二切れしかない。いいですか。うん、すいません、サバが、目がないんです。サバに全部いっちゃってください。はい、これも、はい、いっちゃって、はい。あ、これ鮮度がいい。このサバ鮮度がいいですね。はい、絶妙なしっかりめの締めです。うまい。すごく見られない。はい、ブリもブリ、初めて間違えた。初めて間違えた。こんなだけでも上がって話だ。コンピューターも上げてもらえばいいの。あ、これ天然ですね。はい、程よい油で良いです。次々止まりますよ。ナマコ、ナマコ、普通のサイズの厚さですね。ナマコいただきましょう。そこそこね、お安くはないですよ、これ。うん、納得のいく硬さです。うん、そして噛み切ると柔らかい、さぬきうどんのようなコシ。ちょっと塩が強いかな。当てにはちょうどいいというか、逆にお酒をいっぱい飲ませるための味付けかな。
とかいう、美味しいです。結局風呂切りですね。大丈夫です、はい、ありがとうございます。風呂切り、あの安心感があるね。はい、手羽揚げが来ました。なんか甘酢タレがかかってるのかな。米沢さんとは、はい、ちょっと同い年なのね。はい、同い年です。同い年なの。そう、あの八丁さんでな、やっぱり、うん、まあ、あ、揚げたては何でも美味しいんだけど、それ以上に美味しいです。シャボロック鍋上がりましたね。真ん中のこれ何、これウニみたいな。まあ、それはとりあえずスルーして、いただきましょう。ここだな、多分ここ。あー、はいはいはい、なるほど、ここだそうです。ごめん、これだ。あ、いい、そうだ、これスープ、スープがアクトイだもんね。はい、ではいただきましょう。豆腐とシャモブロック。シャモとブロイラーのハイブリッドでしたっけ、シャモロックって。この美味しそうなお出汁、では肉と豆腐、タンパク質だけいただきましょう。お、ナマコがバッチリ売れてますね。で、シャモロコね。いえいえいえ、ナマコ美味しいですね。うん、あ、ちゃんと肉の味がする。もうね、ブロイラーいつも食べてると、これ何を食べてるんだろうと、ブロイラー食べてるんだろうねっていう、鳥を食べてる気がするね。美味しい美味しい。お豆腐もいただきます。大丈夫です。返事しない。返事いいの。うまい。返事できない。出汁がめちゃめちゃ美味しいですね。昆布が強いんですけど、ちゃんと鳥が負けてないぐらい出てますね。ありがとうございました。眺めるスタイルが、そうそうそう、乗っちゃうまでよ。はい、居酒屋から撤収して、アスナロ温泉で結局飲んでますね。飲んでましたね。はい、ということで、この紅の花、紅の花、額がないので音読みで読んでしまうダメな、人間ですが、こちら紅の花日本酒いただきましょう。あー、フルーテー、フルーチー。あ、しかもこれだ、コクのある甘みがありますね。はあ、純米吟醸でこんなのがあるのね。はあ、あ、そしてね、必ずしも軽くない、甘さの中に重さがある感じが、瞬間重くなりますね。いいですね。偉そうに言ってますけど、米沢は日本酒は分かりません。ということで、タイの釜と、磨きニシン、津軽スタイルの磨きニシンはこれだそうで、先ほどね、ニシンそばの磨きニシンとはどういうものなのかみたいな、哲学的な話をして面白かったです。そしてなぜかパイン。パインは松だね。パイナップルですね。美味しそうなのね。ですね。ということで、これも徐々にいただいてまいります。